高藤選手ですか。あ、はい。総理大臣の菅です。あ、お世話になります。金メダル第一号本当におめでとうございます。ありがとうございます。私も実は準決勝と決勝戦の試合を見ましたけれども、はい、本当に粘り強い戦いで、はい、勝利への強い執念を感じました。はい、今一夜明けてどんなお気持ちですか。いや、なんかまだ実感が湧いてないです。あ、そうですか。はい、また前回のリオの大会から5年間の努力を実らせての、まあ、金メダルだったと思います。本当に大変な道のりだったと思いますけれども、はい、勝利後のインタビューで、はい、これが僕の柔道です、はい、こう胸を張っていた言葉に5年間の全てが凝縮されている、そんな思いを感じました。はい、そうですね。5年間ちょっと長かったんで、はい、いや、でも本当に素晴らしかったと思います。ありがとうございます。また今回の金メダルに多くの子どもや若者が夢や希望をもらったと思います。はい、そしてご家族の皆さんもとっても喜んでいるという報道でしたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。はい、そうですね、本当に、家族も喜んでくれて、またこういろんな方から、テレビ見たよとかおめでとうとか連絡をいただいて、本当に頑張ってよかったなと改めて思いました。また畳の上 で試合が終わった後に正座していじられされて、畳を降りた後の男泣き、まさにこの高藤選手の涙を見たときに、今までのその努力、そうしたことに多くの皆さんが感動したと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今後大いに頑張ってください。おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございました。はい、失礼します。